今仏坂さんのね、仏坂さんのアイリメンバークルード放送聞いてます。この人うまいですね。このお方様、神様です。チューブプレイヤーってアプリね、チューブプレイヤー、この人の音大好き。このお方様のね音ね、一回私がね、でね、あなた様のお名前なんて呼ぶんですかって言ったの。したらまで、ね、炎上しちゃってね、ちゃんと仏坂って言ってくれたんですよ。大炎上しちゃってね、仏坂さんになんてことを言うんだとかさ、いろんな風にね出ちゃってね、だってわかんないんだもんさ。 ATOC でね変換しても出てこないでしょ。仏坂さんとは呼ばない、念仏さんとかさ、念仏ラムの念仏だよ。仏坂さんって呼ぶんだよ。サーチオだったかな、これ今聞いてるアプリはね、チューブプレイヤーというアプリですよ。アイリメンバークリホード、今までアイリメンバーいろんな人の聞いてきたけどもね、この仏坂さんの、ね、アイリメンバークリホードが一番好きです。音がツヤツヤしてんだよね。これスイングしてないでしょ。それで正解なんです。あのね、アイリーメンバークリフォードはね別にスイングしなくてもいいんですよ。ジャズ風に吹かなくてもいいの。本当にね、もう気持ちが入ってればねそれで OK です。いいな、もう一回聞く。ただこのギターうるさいだよね。このギターさん誰ですか。あなたカチャンカチャンね、うるさすぎるの。このガシャ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 言うでしょ。これをなんとかすればいいんだよな。ほんでハイレゾ取ればね最高よ。ギタープレイヤーの人ちょっと考えてね。えザコ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 うるさくてさ、それがなかったらグッチョ。
これギター臭いね。ソフトタッチにできないのかね、このギター。ビブラート、いや、いいなぁ。まあ、食べ生きてるじゃん。以上でした。